こんにちは。京都女性漢方松宮局漢方薬剤師心理カウンセラー梅垣真由美です。女性のための優しい心の教室のお話です。本の紹介です。音声テキストとしてよかったら聞いてください。本のタイトルですが、精神科医和田秀樹先生、自信がなくても幸せになれる心理学。サブタイトルは、世界一優しい精神科医コフートの人間関係講座。こちらのお話をご紹介、そして私のコメントも交えて、少し聞いていただけたらいいなと思います。このお話の前に、今最近ね、カウンセリングを受けてくださっているお客さんのお話、ちょっとしたいと思います。YouTube のチャンネル登録はもう最初の頃にしてくれてるお客さんなんですけれども、YouTube 見たとか見てくれたとか声かけると、いやーなんか見てないですとか言うから、見てねって言うと、いやなかなか見れないんですって言われるんですね。ああそうなのって。でまあその見れないっていうその方のその心の状態とか、いろいろ起こっているその環境のこととかで、精神状態上なんか見れないって言われてるその言い方とか理由の感覚、感じが、まあ、過去の私と似ているなと思うところがあって、まあそうだねって、新しい情報とか違う情報とか、こう入りにくい心境の時ってあるよねとか思っていたんです。そしたら、この間、カウンセリング30分して、ちょっと足りないからって言って延長でトータル1時間ね、受けてくださった方、もう前半の30分はもうすごい泣いて、おられたんだけれども、すごくすっきりしたって言っておられて、でその後、昨日来てくださった時に、YouTube 見ました、なんか知らないけど見れるようになりましたって言ってくれたんです。嬉しい、ありがとうございます。これからも毎日いろいろな内容で情報発信していきますので、ぜひチャンネル登録まだの方はチャンネル登録していただいて、楽しみにしてくれたら嬉しいと思います。今日は心理学の勉強です。私も心理学すごく興味があります。第2章、嫌われる勇気がなくても大丈夫。このタイトルからしてちょっと気になると思うんです。相互依存が理想の関係。本の一文を少し紹介したいと思います。54ページ。タフな心理学者フロイトというタイトルです。ジークムント・フロイト。カール・グスタフ・ユング、そして近年ちょっとしたブームを巻き起こしたアルフレッド・アドラー。この本は2017年に発売なので、今から4年前の発売の本になります。ドラマとかでもアドラーの関係のね、お話とか、すごい本当にブームになっていたと思います。で、この本章では、この三巨頭、フロイト・ユング、それからアドラー、この三巨頭という心理学者を比較することから始めて、この本のメインはコフートという心理学者なんですけど、コフートの理解を深めていただきたいと思います。今回のお話はかなり深いと思っています。私は以前この本初めて読んだ時に、発売されてすぐ読んだんですけど、松宮局のホームページの、またよかったらブログを見ていただけたらなと思います。この本の内容のブログも書いています。概要欄にリンクを貼っているので、わかりやすいようにちょっとリンク、他にもリンクいっぱい貼ってあるから、わかりやすいようにちょっとしておきますので、よかったら文字の方が読んでみたい、読みやすいと思う方、後から見てください。なぜ日本ではコフートの知名度が低いのでしょうか？確かに低いと思います。本も少ないです。ここには理由が書いてあります。まず日本にはアメリカに留学して当地の最新の精神分析学を学ぶ精神科医や心理学者がほとんどいません。加えて心の治療にお金を使う人があまりいないという背景もあります。日本は結構ね、占いとか今すごく流行っていますけれども、そういったものとか、あと、いろんな研修関係、その自己啓発とか、そういうところにお金を払うとか、勉強代ということで、研修代ということで、払う方っていう、そういう意識のね、高い方っていうのはあると思うんですけど、その、心の治療、自分の心の問題にお金を払うっていう方は、あまりいない。大学もあるし、学校もあるし、
学校の先生ももちろん勉強されているし、勉強している人あるんですけど、そういうその学問の勉強代というよりは、自分自身が心理学者にカウンセリングを受けるという、そういうのは確かにまだまだ本当に少ないです。そして55ページの真ん中のところです。精神分析学の創始者とも言われるフロイト、このフロイトの考えのところをまとめてありますので聞いてください。このフロイトは、自我を鍛えることこそ人間の成長だと考えました。そして次の文章。そしてこの理論は多くの人に受け入れられて、1950年代のアメリカの精神分析はほとんどがこの自我心理学をベースに行われていくことになりました。で、つらつらつらっと書いてあるんですけれども、フロイト自身、晩年癌になり、闘病生活は壮絶だったにもかかわらず、それを自らの理性の力、精神力で乗り越えようとしました。いくら癌の痛みに襲われても決して麻酔を利用することがなかったという晩年のエピソードは、彼の信念をよく表すものではないでしょうか。自分で乗り越えよう、精神力を鍛えよう、これが人間の成長だ、こういうフロイトの心理学者が一世風靡したっていう考えのことになります。ちなみに病に侵されながらも孤立の道を選んだフロイトに対し、一人で頑張るんだ、誰にも頼らないんだっていうフロイトの考えに対し、このコフートさんはどうしたか。年を取れば取るほど人は依存的になるのは当然であるとしたコフートは、68歳という短い生涯ではあったものの、死の3日前まで講演を行い、弟子に囲まれて晩年を送っています。いいなあ、私はこういうコフート先生みたいになりたいなあと思います。3日前まで講演を行い、すごいですね。自分のやりたいというその自由意志、それをその信じて貫いていき、そして弟子たちに囲まれる、一人ぼっちではない、素晴らしいなと思います。そして次のタイトルいきます。57ページ、人間は目的を持つことで変われると説くアドラー。アドラーっていう名前はね、有名なので聞いたことあると思いますけれども、ここでも簡単にまとめてあるので聞いてください。アドラーはどういった人なのか、どういうことをみんなに伝えていたのか。アドラーは、自分の意思が無意識によって歪められるというのは単なる言い訳に過ぎないと考えたのです。ここで例が書いてあります。子どもの学校の例です。聞いてくださいね。子どもの学校に行くのが不安という無意識化の気持ちが、子ども自身がです、思いがけない腹痛を生み出すと考えるフロイトに対し、フロイトの考えというのはもう一度言います。自分が、子ども自身が学校に行くのが不安というその無意識化、無意識なんです。この気持ちが思いがけなく腹痛を生み出すんだ。無意識の中から込み上げてくる体の症状なんだというふうに考えるフロイトに対し、たとえ腹痛が起きようが、結局学校に行かないのであれば、それは本人の意思によるものだとアドラーは考えたのですね、って書いてあります。ここね、ちょっと何回ももう一度よかったら聞いてもらってもいいと思います。要するにって書いてあります。人間の行動というものを原因ありきのものではなく、目的ありきのものだとしたわけです。ここすごいです。原因ありきのものっていうのは、これは私の考えなんですけれども、人間の行動というものは、原因というのは終わってしまった後を振り返って、その、実例、現象をもとに、これがあったからこうなったんだっていう原因を過去に目を向けるものではなく、それはフロイトの考えです。でもアドラーの考えは目的ありきのものだとしたわけです。目的っていうのは本人が気づかないことも多いし、明らかに分かってやっていることもあると思うんですけど、目的なので、目的だからまだ到達する前なので、これから起きることだから未来です。過去のことを見て
人の心を読んだフロイトに対し、これから起こる未来に対して人の心を読んだアドラというふうに私はこの本を読んで、今考えております。で、次読んでみます。アドラーの考え方というのはこのように目的論ですから、いつも目的をちゃんと持ち、また目的に対する解決方法をフレキシブルに変えていくことで、人間というのはいくらでも変わることができると考えたと要約できるでしょう。確かに目的をちゃんと持つ、そして目的によってそれに対する解決方法をどんどんその自由に考えていく、その場その場で臨機応変に考えていくということは、人間はいくらでも変われるんだ、なんだかいいような話だと思います。例えばここに一人の不良少年がいたとしますって書いてあります。治療者が彼の話を深く掘り下げていくと、過去に、治療者っていうのはカウンセラーと思ってくださいね、カウンセラーが彼の話を深く掘り下げて聞いていくと、過去に親に愛されなかったと判明し、それが彼がグレた原因だと見えてくる。これがフロイト流の考え方でしたね。彼の起こった今の心の状態というのは、過去を振り返った過去の悲しみ、過去の原因が今の彼を作り出しているんだ、今の不良少年を作り出しているんだと考えるのがフロイト流の考え方というふうに書いてあります。対してアドラーは、勉強で認められず劣等感を考えた不良少年には、勉強で認められない代わりに悪いことをして認められようという目的があるのだとしました。ここ、とっても深いと思います。アドラーは勉強で認められなかった、自分は勉強ではなかなか頑張ったんだけど、なかなか結果が出なかった、周りも認められなかった、どん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 劣等感が増えてきちゃった、だからクソーと思って、勉強で認められないんだったら代わりに悪いことをしたら周りの人は何か僕に目を向けるんじゃないか、勉強だったら注目を浴びなかったけど悪いことをしたら注目を浴びるんじゃないか、だから不良少年の目的というのは、不良になる、悪いことをするのが目的ではなく、誰かに認められたい、注目を浴びたいという、それが一番の目的なんだというふうに考えた。これがアドラーの考え方です。人が何を目的を持ってやっているか、ぼーっとしている時に何の目的もなかったら、それは本当にもったいない、無駄な時間を過ごしているかもしれません。同じ棒、一見ぼーっとしているように見えても、実は心を集中しよう、瞑想をしてみよう、精神統一をしてみようと思って精神を統一してじーっとしている、これは目的がある。私自身もまた自分を振り返って見つめてみたいと思います。皆さんもこういった YouTube を聞いていただいて、また自分自身を、私は何のために生きているのだ、私は何のために今これをしているんだ、私は何のために朝今これをしているんだ、主婦だったら私は何のためにお料理をしているんだ、なんで掃除をしているんだ、男性だったらなんで私は車に乗ってお仕事に行くんだ、なんで電車に乗っていくんだ、なんで今ここでコピーをしているんだ、なんで電話をしているんだ、なんでパソコンにしているんだ、学生さんだったらなんで勉強しているんだ、なんでクラブをしているんだ、なんで友達と何回も会うんだ、なんでゴロゴロ寝てばっかりいるんだ、目的は何なんだろう、何なんだろうか、一回自分を見つめ直してみたらいいと思います。それでも悶々して苦しくて、なんだか解決できない、そういう時にカウンセラーっていう人は必要なんじゃないかなと思います。ぜひ松見薬局、私漢方薬剤師心理カウンセラー梅垣真由美にもご相談ください。お待ちしています。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。